というわけで、まあ、そのなんか正々堂々と訴えるなら、その小学館なりヤフーなりを訴えればいいと思うんですけど、記事が事実じゃないからねっていうのがあるんですけど、その記事が事実ではないのであれば、その小学館を訴えるべきなんですよね。で、その拡散されることが良くないよねというのであれば、じゃあそれはヤフーなり、まあ、女性セブンなり訴えればいいよねという話なので、なので、まあ、勝てそうなところを一生懸命探して、で、裁判をやってるので、あれは真実ではないって言い張るっていうだけで、まあ別にもともと勝てるとは思ってないって話だと思うんですよね。要はその、僕は拡散したというのは一般市民が拡散したっていうので、その損害賠償でも大した額取れないんですよ。で、ところがその、週刊ポストの場合であれば、その記事をそもそも書いたという責任が発生するんですよ。要は記事を書いた責任と、記事を出版した責任。で、その記事を広めた責任。まあ一応責任としては3つなんですけど、で、その出版と広めたは、まあじゃあ法律的には微妙に違うんですけど、まあ似たようなもんだと思ってください。なので、その小学館であれば記事を書いた罪と、で、それを女性セブンのサイトで広めた罪っていう2つの罪があって、で、ヤフーはそれを広めた罪があると。なので、ヤフーが広めた罪。で、僕も広めた罪。なので、広めた罪だけで戦うというのであれば、それはヤフーの方が金取れるよねっていう話なんですけど、まあ勝てないからヤフー訴えないっていう話なのかなと思います。